はい、皆さんこんにちは、 VJ の東和2です。今日はですね、グランド VJ のことについてちょっと紹介をしていきたいなと思ったんですけれども、使っている人とか、まあ、VJ を始めた人に向けた動画っていう感じになっているので、ちょっと馴染みが始める前の人とか興味ある人にはなかなかちょっとこうとっつきにくいところではあるんですけれども、これを聞いてですね、 VJ を始めてみたいなって思う人も出てくるかもしれませんので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。はい、で僕はですね、ショーの仕事とか、まあ、クラブもそうなんですけど、 VJ をやるときには主にグランド VJ っていうソフトを使っています。で実際ですね、ソフトを立ち上げてミディコンを接続すれば、赤いの APC40 に限っては自動で反応してくれるので、あんまり難しい設定を必要としない、まあ、そういうことをやらなくても VJ ができてしまうんですよね。まあ、言ってみると、その設定さえちゃんとやっとけば、ショーの現場にバッと持ち込んでもそのまま VJ ができちゃうぐらい、まあ、使い勝手がいい。だからまあそこそこ高かったりするんですよね。まあ、そういうのはあるんですけれども、一方でですね、簡単に使えちゃうので、細かい機能っていうのにですね、目が届いてない人が意外と多いんじゃないのかなというふうな、まあ、僕は実はそうだったんですけど、でそういったことをですね、ちょっとこういろいろ調べてて、意外とこんな感じの機能がですね、役に立つんじゃないかなっていうことをですね、今日はちょっとご紹介できればなと思います。はい、それじゃあ早速ですね、パソコンの画面に移っていきたいなと思います。はい、ですね、グランド VJ の画面に切り替わりました。はい、ここからはですね、カスタマイズについてお話をしていきたいなと思います。まずですね、一つ目なんですけれども、ここの部分、バンクの上 の部分ですね、ビジュアルとかミックスとか、ポジションをどうするとか、エフェクト何に使うっていうこのタブですね、これですね、実は分けることができます。はい、例えばこのエフェクトっていうのを選択して、で選択したままポインターをスライドしていくと、こんな感じで分かれます。はい、これね、Adobe 製品、プレミアとかアフターエフェクツとかでも同じような画面レイアウトができるかと思うんですけれども、同じようなことがグランド VJ でも可能です。はい、例えば僕の場合はですね、エフェクトとミックスとミックスをどうしますっていうことでですね、よく考えるので、こんな感じでですね、3画面に分けて設定をしています。でこれの画面のレイアウトの幅もですね、こんな感じで分割、どのくらい幅必要ですかっていうのを分けることができます。はい、1つ目、これ1つ目ですね。で2つ目なんですけれども、ちょっと画面移動します。再生についての話なんですけれども、はい、通常ですね、こうやって映像を選択すると、プレイモードのところはデフォルトで繰り返し再生しますよというようなことがですね、デフォルトになってるんですよね。まあ、考えてみると VJ ってループする、映像がループするっていうのが前提で作られてるので、まあ、これが基本かなと思います。なんですが、まあ、この前提を崩したような再生の仕方ができるという感じです。まず、まあ、お隣にですね、逆再生ループという感じですね。プレイループバックワードモードっていうのが出てますね。であともうその隣は、1回再生したらおしまいですっていうような感じの再生ですね。終わっちゃうわけですよね。というやり方。まあこれは次は逆再生で終わるっていう感じですよね。で、僕が特に気になったのはこれなんですけれども、はい。これ、意外と VJ に親和性の高いプレイモードなのかなという気がします。で、ランダムジャンプといって、まあ、再生をしてるんだけど、ランダムに再生点が飛んでくれてるんですよね。これセグメント見ると分かるんですけど、こういう風な感じで再生ポイントが変わっています。で、そうすることによって、まあ、言ってみるとよりトリッキーな見せ方が可能になるのかなという気がします。このテンポ感で変わってくれたら、VJ を捨てる時にもですね、結構盛り上げる演出にもなるのかなという気はしますね。はい。でも一回こうやってこう切り替えると、まあ再設定しなきゃいけないので、まあこの辺がね、ちょっと面倒いところではあるんだけど、まあ映像を切り替えたら設定をすると、はい、こんな感じでですね、こっちに今マスターアウトが出てるんですけど、ランダムに再生してるので、映像の見せ方がより複雑に
になってくるのかなと思います。はい。二つ目ですね。で、あともう一つは、例えば、この映像、セグメント、これタイムラインですよね。いわゆる再生のセグメントなんですけど、この部分、例えばここからここだけを再生したいんですというような場合はですね、ここのアウト点とイン点をつまんで、再生部分を調整することができます。そうすると、この部分だけが何度も何度も繰り返しループしてくれるというふうな感じができるわけですね。はい。これ、セグメントのイン点、アウト点の設定ですね。はい。あとはですね、こっち。マスターアウト。最終的なアウトをどうしますかっていうようなところなんですけど、例えば、VJ をやってる時に、まあ、ちょっと、ライブとかファッションショーだともうないんですけれども、長時間 VJ をやるような現場。例えば、これはクラブに限定した方がいいのかな。多いと3時間、4時間とか、そんな感じで VJ をやると思うんですけど、そんな時にちょっとトイレ行きたいなって言った時に、この映像だけをずっと流しっぱなしにするっていうのもね、なかなか、しんどいのかなという気がします。で、そんな時にですね、このオートっていうのを押してもらうと、映像がですね、自動的に、切り替わってくれるわけですよね。はい。で、オートを押して、この120っていうような、この数字を押すと、この この120って BPM を表示、意味してるんですけど、この120のテンポ感で映像がどん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 変わっていってくれるわけですね。今、ここがどんどん切り替わってます。はい。こんな感じで、自動的に映像を切り替える。プレイスタイル。これ、オートですね。で、120だと、ちょっと早いなっていう人は、ここにカーソルを合わせて、右クリックを押してください。そうすると、セットテンポっていうのが出てきます。で、それで、テンポのセッティングを、今120なのを、例えばこれ、2とかにしてますかね。はい。2にすると、ずっとこの映像が流れてます。だから、かなり、ゆっくりとしたテンポで映像が切り替わってくれるわけですね。で、これが例えばね、早いテンポになれば、より切り替わりが早くなるわけです。今ずっとテンポが2なので、この映像が繰り返し繰り返しループされてます。BPM のテンポが2だったので、かなり長い時間映像を再生してくれてました。で、逆に言うと、このセットテンポを、まあ、半倍の 240? まあ、120の倍の240にすると、で、再び押すと。で、そうすると、さっきよりも早いテンポで映像が切り替わります。はい。これで、オートで映像が変わってくれるというような感じの VJ プレイができるんじゃないかなと思います。という感じで、グランド VJ の設定についてちょっとお話をしてみました。レイアウトと、あとは、オートプレイの機能。あともう一つはその再生の設定についての ところをですね、ちょっと紹介しました。まあ限定した紹介だったんですけれども、この部分ですね、まあ、特に VJ をやるという現場に出た時に、こういった機能があるとより遊び心が増えるし、VJ プレイの幅が広くなるのかなという気がしてます。はい、ご興味ありましたらですね、ぜひ設定していただければと思います。ちなみにですね、自動再生とプレイモードに関してはですね、ミディコントローラーとかキーボードでのマッピングが可能なので、ぜひ設定してみてください。マッピングはですね、コマンドシフト M、 キーボードはコマンドシフト K で設定できますので、まあ、そのやり方ですね、以前の動画で紹介してますので、リンクを貼っておきます。ご興味ありましたらそちらもチェックしてみてください。こんな感じでですね、僕の YouTube チャンネルでは VJ のやり方とかソフトの紹介とか使い方、あとは現場に出た時にですね、トラブルがあった時の対処法とか、まあ、いわゆるですね、ライブで見せる映像演出についてのことをですね、いろいろと紹介していきしてますので、ご興味ありましたらぜひチャンネル登録をしてみてください。本日はご視聴ありがとうございました。